えっと、皆さんこんにちは。あのご紹介に預かりました。ネスレ日本の田代と申します。えっと、この度はですね、おかげさまで、あの素晴らしい賞をいただきまして、どうもありがとうございました。えっと、チーム一同、あの大変励みになります。どうもありがとうございました。 それではではすね早速、私どものご説明をさせていただきます。ちょっと時間は短いんですけれどもあの、せっかくの機会ですので、ちょっと会社の説明を数枚、えっと、させていただきたいと思います。あの私ども、えっと、ネスレーは、えっとまあ、スイスの会社でございまして、えっと、昨年の売上がですねグループ売上が895億スイスフランということで、まあ、スイスフランってちょっとよくわからないですけど、だいたい今日で114円ぐらいですので、だいたい10兆円ぐらいの、えっと、規模になります。 でえっとまあ、商品はです、ねあ、私、食品,メーカー私ども食品メーカーでございまして、まあ、一番多いのが、えっとまあ、19.8%を占める、まあ、粉末液体飲料ということで、まあ、あの日本でも、えっと、ネスカフェを展開しているような、えっと、そのような飲料になります、でその次に、まあ、日本ではあのまだそこまで大きくはないんですけれども、まあ、ニュートリション・ヘルスサイエンスということで、まあ、栄養健康食品というところが世界の中で大きくなっております。そののの後乳製品ですとかあとかあマギーような調味料 でまあ、ペットケアもありましてあとお菓子というような形になっております、えーまあ、日本でも、えーとまあ、その中のブランド展開をしておりまして、まあ、日本で展開しているブランドは、えー、とこのような形になります、まあ、あの知らないものもあ,のあるかと思いますけどもあの、まあ、ネスカフェとかキットカットですとかというところを中心に、えーまあ、爆買い飲料でありますミロですとかあとペットフードミネラルウォーターなどを扱っております でえっと、次にちょっとまあ私どもの部署、えっと、コンシューマーリレーションズ部というところの部署なんですけども、えっと、ここに書いてますように、まあ、あの部署名はコンシューマーリレーションズ部なんですけども、まあ、世界的に請け負う役割ということで言いますとコンシューマーエンゲージメントサービスということで、まあ、お客様とのエンゲージメントを作る部署というような、えっと、大きな位置づけになります。 はい、で業務内容としましてはいくつかあるんですけども分かりやすいところからいきますと、まあえっと、向かって左です、ね、の方からいきますと、まあ、あのお客様相談室ですとかあとは私どもさっき 今ですねあのコーヒーマシーンをえっと力を入れて販売しておりましてあのそちら、えっと、マシンのえっとサポートをするサポートデスクといわゆるアフターサービスのえっと部分お客様からのコンタクトを受ける部分になりますで反対側がまあ販売でしてあの私どもえっとまあ普通のスーパーマーケットさんやコンビニエンスストアさんでの販売に加えましてあの通販あの直販にも力を入れておりますでそちらでまああのウェブで注文される方がやっぱり昨今多いんですけどもご年配の方 中心にまだまだ電話でご注文されたい方もいらっしゃいますのでそういったようなご注文を受ける販売というようなファンクションもございます。で、えっとまあ、この下の方でいきますとデジタルコミュニケーションということでやはり従来はやっぱり電話でのお問い合わせが多かったんですけども若い方中心にやっぱりメーカーにわざわざ問い合わせるのってみたいなところがありまして Twitter を中心に、えっと、もう本当に 誰に言ってるのかもかもわらないここ何が違うんだろうとかこの商品どうなんだろうみたいなところがあのメーカーには来ないんですけどもツイッター上とかであふれていますでそういった声も、えー、対応するというようなあと、まあ、リスクマネジメントの件もありましてとブランド名ですとか、えー、会社名とかで検索をかけてあの必要がありましたら応対するというようなデジタルコミュニケーションも行っております。 で最後にのの上の方ですねあのメンバーサポートということであの、まあ、チャネルメディアさんも大変お世話になっておりますけども、まあ、ネスカフェアンバサダーですとかあと一部実験的に、えー、と栄養健康食品 の、えー、サポートしております、まあえー、とウェルネスアンバサダーというようなあと、まあ、約400万人超ですかねいます、えーとまあ、ネスレ会員というようないわゆる会員組織の方からの問い合わせも、えー、と受けるというような、まあ、いろいろご説明したんですけども、えー、ネスレの、えーとまあ、日本における、まあ、お客様からの、まあ、コンタクトは、まあ、一部ちょっと別会社があるんですけども、えー、とほぼすべて私どもの方で受けるというようなあの部署になります。 で、えっと、実はちょっとまあシンプルなのが出てきたんですけども私どもの、まあ、いわゆるそのコンシューマリエーションズ部、まあ、コールセンターというのが一番わかりやすい表現になるかと思うんですけどもえ部署としましてはディビジョンとしましてはマーケティングコミュニケーションということで要はマーケティングのサポートをするといったような、まあ、事業部の中に、えっと、所属しておりますでそれがなぜかといいますと、まあ、私ども水素本社の方からまあ全世界に降りているんですけども、えっと、このブランドビルディング・ザ・ネスレウェイとブランド というのはこういうふうに作りなさいよみたいな、まあ、大きなき、えー、と指針みたいなものですねというのがあるんですけども、まあ、私どもの部署の、えーとまあ、ミッションとしましては、えーとまあ、こちらクリエイティングエンゲージ、まあ、ちょっと英語で書いてるんですけども、まあ、お客様との、えー、とエンゲージメントを築くとであの私どもコ、まあ、ールセンターですので、まあ、お客様との対話を通じてブランド、まあ あのキットカットとかネスフェとかもありますけども、まあ、ネスレっていうブランドお客様が我々にコンタクトを取ってきて我々の応対によってイメージも変わってきますのでそういったようなお客様との、えっと、対話を通じてこうブランドを作っていくといったような、えっと、役割を担っております。 でその中で、ですねあの先ほどもちょっと申しましたけれども、やっぱ電話っていうものだけではなくて、ですねデジタルメディアが普及しまして、あの電話以外のコンタクトというところも増えていることもございまして、先ほどのソフトバンク様よりちょっと後になるんですけれども、私どもは2012年の8月から、アクティブコミュニケーション、アクティブサポートがメインなんですけど、サポートだけでもないので、社内ではアクティブコミュニケーションと言ってるんですけども、を始めましたまあ、従来のコミュニケーションでいきますと、やっぱりお客様からわれわれの方にコンタクトが、質問があります。 あるいはお叱りなりお褒めの言葉もあるんですけどもそれにつきましてまあ応対するといったようないわゆる受け身型のコミュニケーションが中心になってるんですけどもこちらを通してですねアクティブコミュニケーションということであ普段えっと 通常です、ね、あのお客様のつぶやきをデ、えー、ジタルチームというのはまあリスニングをしておりますでその中でまあ話あのお困りの方にはもちろん話しかけますしお困りでない方にでも例えば「あそれってどういうことなんでしょうか」とか「ありがとうございます」というお礼であったりですとかといったようなあのこちらの方からお客様にこう話しかけるというようなことを始めております。 でそれにつきまして、もちろん返事のない方もいらっしゃるんですけどもお返事くださったりとか教えてくださったりとかっていっいたた。ような、えー、と活動を開始しましま、はいえー、そういった中、えー、あすみません、えー、とそれでですね、まあ、そのステージっていいますのは、えーまあ、お客様との、まあ、関係性を、まあ、まずは縮めようとお客様に身近に感じてもらおうということで、まあ、この活動をやっているんですけども。 えっと、これがまあ、あの具体的な例です。まあ、えっと、お客様のアカウント名とか、ちょっと特に伏せさせていただくんですけども、えー、見えますかね。 まあ、あの私どもの商品を、えー、と飲んでくださった方はおいしかったよとかおい、まあ、しくない方もいらっしゃるんですけどもあのこれはまあいい例なんですけどもおいしかったよって言ってくださった方に、ね、この方全然お困りではないんですけどもあのいつもありがとうございますということで、まあ、あのマシンを使いで,で何かお困りのこととかもあったらいろなく教えてくださいねみたいな形で話しかけを行いますでこの方の場合は、まあ、あのまたお返事くださってあの使い心地バッチリですよみたいな形で。 でまあ、この方ちょっと妊婦さんだったんですねカフェインレスっていうのを注文したんですけども、えー、とまあこ,れこの時はカフェインレスの種類が1種類しかなかったので例えばミルクだけの販売があったらいいなと思いますみたいな形でお客様がまあ使用している中でちょっとお聞きするだけでいろんなことを教えてくださったりとかでそちらがまたヒントになるようなこともございますこの場合もあたあの関係部署にちょっとカフェインレス増やせないかみたいなそういったお声があるよっていうようなことを伝えますというようなことも、えー、とお答えして あのどのようなきっかけでお求めいただいたんですかみたいな形で、まあ、私どものもうヒントにもなりますのであのお客様の状況を教えていただくというようなこのような形で会話を続けておりますそうするとこの方、まあ、子どもさんが3人もいらっしゃって忙しくて、まあのんびりにカフェに行く機会がないのでちょっと思い切って買いましたみたいにお客様の問題としてやっぱり小さな子どもさんいらっしゃると。 ちょっとゆっくりしたくてもカフェに行けないとかあそういったようなニーズがあるんだなじゃあ逆にあのカフェみたいなおいしいコーヒーが飲めますよっていうような訴求をしたら響くんじゃないかみたいなあのこのような、えっと、ヒントを得るようなことを行っております。であのそのような活動を続けていく中であの <laughs> もちろん全員ではないんですけども中にはですねすごく喜んでくださっている方もいらっしゃって「アネスレ」の公式からリプが来たみたいな形ですごい喜んでくださっている方がいらっしゃいますであの何人かやはりあのもうすでにあの、えー、と私どものメーカーのことを好きになってくださっているお客様っていうのがいらっしゃるのであのこちらの方に、えー、ともうちょっとですねコミュニケーションをすることによってこの方々がこう デジタル上のアンバサダーみたいな形で「ネスレいいよ」みたいな形でおすすめしてくれるんじゃないかなみたいなことをちょっと考えておりましたまずファンを見つけて、まあ、その方にいろいろコミュニケーションを取ることによって、まあ、さらにファンになってもらってであのアンバサダーとなってあの自らです、ね「あそこいいよ何かあった時に秋とかっておいしいよ」とか言ってくださるような、まあ、そういったようなことを目指してそういうことができないかというふうに考えました。 で私ども、えっとも、まあ、これを見てですねあじゃあもっと宣伝してもらおうと思っていろいろやってみたんですけども結構企業からの発信ですと。す あのそんなに、まあ、あんまり RT してくれないといいますかねそれってこんなことやってるんでこんな社会貢献やってるんですよみたいなことをいろいろコミュニケーションしたりとかしたんですけどまあそんなには RT がしてくれなくてですねじゃどういったことようなことだったらいいんだろうと結構試行錯誤してきたんですけども、まあ、その中でちょっと見つけてきたのが、まあ、コミュニケーション、えー、する中で、まあ、そのメーカーのですのでもう食品のことあ商品のこととか扱えてる方に話しかけてたんですけどもそれ以外にもですねあの、まあ、それとちょっとビジネスの匂いがするのが のかなみたいなことも考えましてその商品とかちょっと離れたとことかでも、えー、コミュニケーションしてみないかということでちょっと始めたりとかしていますでちょっと小さいので後ろの方はご覧になられないかもしれないんですけども、ちょっと雰囲気だけ写真とかでさせていただければなと思うんですけどもまあ、ちょっと疲れたなとかもう一仕事あるなという 言ったような方にあのちょっとブレイクしてくださいねみたいな形でちょっとメッセージを書いて写真をつけて送ったりですとかあの育児で疲れたっていう方にちょっとコーヒー飲んで一息ついてくださいねみたいな直接その商品のこととかを言ってる場合じゃない時とかでもあの話しかけることによってあの一番左の方ですちょっとこの方イラストを趣味で描かれてる方みたいであ,のありがとうございますみたいな感じでイラスト付きでお返事をくださったりとか。 あとこちらの下の方とかちょっとブランド絡みになるんですけども無償にキットカットが食べたいみたいなこう突然つぶやかれてる方にですねあ持ってきましたみたいなあの普通のお客様応対よりもちょっとブランドの方と相談してちょっとブランドのカラーを出してたような投稿をしたりとかっていうようなあのこのようなコミュニケーションをするとですねあこんなリプライが来たよとかちょっとお茶目だねみたいな形であのリプライをしてくださるような,というようなことが分かっております。 でただですねここのステージのままですとメーカーのが面白かったとかあなんかちょっといいこと言ってくれたなっていうようなまだステージであるなというふうに考えておりますで次に目指すステージは、まあ、えアンバサダーになっていただいてメーカーが面白いな満足満足っていうだけではなくてですね自分からこう なんか機会があったらあそこいいよみたいな形でこう自発的に宣伝してもらえないかなというような今ステージになってましてちょっといくつかテストをしてるんですけどもちょっとこれ残念ながらこの場ではまだちょっと結果がうまく出てないのでまたさらにここをですねあのいい結果出ましたらまた発表するような機会がいただければなといったふうに考えておりますすみませんちょっと駆け足になってしまうんですけどもあのご清聴ありがとうございました。 はい、ええー、田代さん、ありがとうございました。はい、ええー、いくつかご質問させていただければと思います。のでぜひ中央の方へお越しください。ありがとうございました。いしたはい、ええー、プレゼンテーション、あの、聞いてまして、ちょっとぜひお伺いしたいことがありました。あの、多分業務範囲がかなりこう、広いんじゃないかなという印象だったんですけれども。はい、実際に、あの、この部署。 あだいたいこう何名体制ぐらいでやられているものなんですか季節によりまして、はい、人数は変動するんですけども、はいまあコミュニケーターさんの数を含めまして大体500名前後ぐらい。まあ ちょっと夏場はちょっと減って冬場はさらに増えると、はい、いったような形で平均すると500名ぐらいの部署になっております、はい、なるほどですね。はい、で多分あのコミュニケーションの多分あの第2段階というところでの,あの多分ツイートのちょっとキャプチャーが印象的だったんですけれども多分そのお話しかけられている、まあ、あのサポートの方が多分お名前を多分ちゃんとこうお出しして。はい 話しかけているのかなと思ってたんですけれどもそれはもうあのマニュアルとして決まっている形なのかそれぞれそもそも個人にお任せしている形なのかそうういったところはどうですか、はいはいえー、そちらは私どもあの、先ほどのソフトバンクさんの話では、まあ、ご自分でまあ手探りでっていうところがあったんですが、はいはい、私どもちょっと後発ですので、はい、あのいくつかまあ何社参加まだされているので、まあ、その事例がありました。はいでまあ、その上で、えーっとまあ ただ、まあ、バラバラでしたので、はい、自分たちがどうすべきかというようなことを考えた場合やはりこうお客様とエンゲージを築くのに、はい、名前もわからない人になるとやっぱりどうしても企業のそうです、ね、対企業でしか、はい、そこから先はいけないなというふうに感じまして、はい、あの名前を出していこうというようなことは、まあ、そこは一応ルールとしてもちろん嫌がられる方もいらっしゃいますけども。はい たけども、まあやっぱり基本的な方針としてと,としてていう感じですね。あ、はい、ただまあもう事情を説明すると、やっぱり皆さん納得してくださるので、はい、はい、あののでまあ今実名でやっております。なるほどですね。あの多分すごくパッと見分かりづらいところではあるんですけれども、多分名前を出して話しかけていただけると、多分人と会話してるっていう多分印象を持たれると思うので、非常にあのファーストコンタクトとしてはいいなというふうに感じました。そうですね。はい、逆にはこう名前をつけてあの返事、はい をいただいたり、はい、あの何々さん大丈夫ですか？さっきもありましたよね。何々さんからありましたっていう風うに多分た、ちょっとなんか地震があった時とか、はい、何々さん大丈夫ですかみたいなことを逆にお客様から、はい、いただけるようにとか、アクティブコミュニケーションをいただいたりとかとり、そうなんですね、はい、はい、そこはまああのやはりなんていうんですか。 名前が分かる人っていうのがが親近感が湧いて、まあ、人と人とでコミュニケーションをするっていうところですよね。はい、なるほどとっすやってきてる中でいろいろと多分あの大変だった点とかもあるとは思うんですけれども、まあ、良いも悪いもあの印象に残っているエピソードとかそういったものがあれば何かお伺いできればなと思うんですがやる前も結構あの始める前も我々もあの、まあ、社内でも議論があって、はい、炎上したらどうすんだみたいな、はい、ところがあって。はい、まあ,あの はあ、みたいな形で、まあまあ、とりあえず踏み切ったんですけども想定ほどはなかったんですけどもやはりですね、はいまあ、ツイッターが原因で炎上したというかやっぱり商品であの不具合があった場合に、はい、お客様がこちら書かれてくると、はい、私も応対したものがあのやっぱり納得できないということで,、はい、で逆にツイッターであのネスレの応対はこんなんだみたいな形で、はい、えっと書かれたケースが、えっと、過去一度ありまして。はい、でまああの 一応、我々のルールとしましてはお客様から直接聞かれていることに関しては答えにくくても答えるということなので、はい、まあできることはできるできないことはできないでしかないんですけども、はい、続けているとあの今度、別の方がですねす、はいね、れちゃんちゃんとやってるじゃねえかみたいな形でこううなんてうんていですかねあのやっぱりサポートしてくださる方が出てきてそういった時にあやっぱりこういうなんていうんですか、まあ アンバサダーでやってるよかったじゃないですけども、はい、やはりこう真摯にやってると応援してくださる味方になっていう方もいらっしゃって,あって,れってこ,これがそういうことなんだなっていうのはちょっと実感したのが最後にお伺いしたいんですけれども多分業務範囲が結構広いので、はい、あの本当にちょっと質問したいなと思ったのがいわゆるこの取り組みのいわゆるその価値というか、はい、まあこの取り組みをやっているその効果というか、はい、そういったところは本社内ではどのようにこう考えられていらっしゃるんでしょうか。はいえーとまあ そうですねいろんな部署がありますので、はいまあ、例えばそのお客様相談室ですとか、はい、あるいは通販の方とかですとそうとか、ね、通販ですとやっぱり売り上げにどれだけ貢献したか分かりやすいんですけども、はい、あとそのお客様相談室ですとかマシンサポートとかで言いますとかかってるあ1時間あたりどれだけ処理しているか等々の指標でいておりますただ、難しいのは、はい、このデジタルのコミュニケーションに関してお、ねねはい、なかか難しくて、はい、ビジネスにどこまで貢献しているのかというところが。 今のところあの例えば。 売り上げにこんだけっていうようなところが理想とはしてるんですが、はい、なかなかないので、はい、今のところはやはりその生産性ですとか、はい、品質つまり大,大体どうでしたかとてところに、はい、お客様に、まあ一,一,人一,人えー、一応全ツイートで聞いてますので、はい、そういったようなあの,そこの大体のところまあお客様の満足度というかそこが今のところの指標なんですけども、はいまあ、ビジネスへの貢献というところへ伸ばしていきたいなというふうにちょっと今模索していると,いうようなところです。 されているようなところにもちょっと関わってきたりとかされたりするわけですね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、失礼しました。先ほどのタチ様にもう一度最後に拍手お願いします。どうぞありがとうございました。はい